こんにちは、エンジニアの直江です。今日はハッキングの勉強になる本を紹介したいと思います。こちらのリアルワールドバグハンティングっていう本がおすすめです。この本はどういう本かというと、実際に企業に報告された脆弱性、バグですね。バグの詳細とその報奨金の額が掲載されています。バグ報奨金制度っていうのがありまして、これをバグバウンティーと呼びます。それは、正義のハッカーがバグを見つけて企業に報告して、お礼にお金をあげるという制度です。なのでこのお金をもらえるんですけど、そのバグの詳細、企業のどこに問題があったかっていうのが詳細に書かれています。これめちゃくちゃセキュリティの勉強になります。脆弱性いろいろあると思うんですけど、主な分野はウェブセキュリティです。どういう分野かというと、ちょっと簡単に説明しますと、例えば HTTP パラメータ汚染ですね。パラメータを少し変えたりとか、異常な入力とかをして、動作を確認して、異常な動作があったらそれ脆弱性だよねって指摘するようなもの。次に XSS ですね。クロスサイトスクリプティングですね。次に SQL インジェクション。こういったものもあります。その次に、あまりこれはウェブ検索しても出てこない事例とかだと思うんですけど、リモートコード実行。離れたサーバーを手元のパソコンから操作できてしまうっていう、結構危ない脆弱性です。他はサブドメインの乗っ取りとかも書いてあります。意外とこの脆弱性が報告された企業っていうのが、みんなが知ってるような大企業多くて、例えば Facebook、アメリカの Yahoo、Uber、Twitter、Shopify っていう、ショッピングサイトを簡単に作れるサービスなんですけど、最近日本でも流行ってる Shopify というような、もう名だたる企業の意外にそんな脆弱性あったんだっていう事例が結構報告されていて、この本読んでると結構面白いです。で、気になる脆弱性の金額なんですけど、大体数万円から数十万円。数十万円は30万円から50万円ぐらいですね。100万円を超える脆弱性の、バグバウンティの金額、報奨金はあんまりないです。デュアルバグハン、ワールドバグハンティ、この本の唯一のデメリットは、ちょっと事例が古いんですよ。これ翻訳本なので仕方ないんですけど、2015年頃の事例が多いです。古いので新しいものを見たいっていう人は、ハッカーワンというサイトを見てみてください。ハッカーワンっていうのは、企業とハッカーをつなぐサイトです。これは脆弱性報告が公開されているサイトです。なので、ハッカーワンを見て、見ると最近の事例が書いているので、これ無料で見ることができます。概要欄の方にハッカーワンの URL 貼っとくので、ぜひ見てみてください。なので、まとめると本を読んで興味が出てきたら、ハッカーワンを見てみてください。無料で使います。そして、脆弱性を見つけたらお金ももらえます。ただし、ハッカーワンは全部英語なので、まずは日本語でちょっと情報を見てみたいっていう方は、このリアルワールドバグハンティングという本おすすめです。だいたい3500円ぐらいで Amazon で売ってます。Amazon のレビューを見てみると、翻訳がダメだとかって書いてるレビューが出てくるんですけど、僕は特に翻訳は気にならなかったので、これはちょっと人によるのかなと思います。そこまで大きな問題ではないと思うので、全然読める翻訳だと、自分は思います。なので、ウェブセキュリティの勉強をしてみたい方は、ぜひリアルワールドバグハンティング買って読んでみてください。今日の動画が役に立った、勉強になったと思った方は、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。プログラミング教育動画とか、ウェブエンジニアになりたい人が得する情報を発信しています。リアルワールドバグハンティングという本を紹介しました。これからも更新が上がっていきたいと思いますので、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた。